俺は田中優斗、いわゆる普通のサラリーマンだ。仕事も覚えてきたし、それなりに毎日充実した日々を過ごしていた。しかし、一つだけ悩みがある。おい田中、この書類今日中に作って提出しろよ。これは島田さんが担当するって昨日会議で。ごちゃごちゃ言うな、俺は他の案件で忙しいんだよ。はあ、この人は島田龍吾、異動でうちの部署に配属された俺の直属の上司なんだけど。この程度の仕事朝飯前でできないなんて出世しねえぞ。俺がお前くらいの時は何日も徹夜した後は上司の接待の身にも付き合ったもんだ。はは、そうですか。本当かどうか怪しい武勇伝を大声で語り、面倒な仕事は部下に押し付けてくる厄介な上司である。俺の最近の悩みはもっぱら上司の島田龍吾の対応をどうするかだ。田中さん、大丈夫ですか？私その仕事手伝いましょうか？柊木さん、彼女は隣の席の柊木司さん、美人で気が利くから社内の人気者だ。大丈夫だよ、どうにかタスク管理して終わらなかった分は残業するし。無理しないでくださいね田中さん、周りに頼っていいですから。そうだぜ田中、お前気が弱いから島田さんにターゲットにされててみんな心配してんだ。ありがとう、他の同僚はみんな優しいからどうにか俺は頑張れていた。そしてある日の部署全体の飲み会。おい、唐揚げがまだ来ねえぞ、店員何ちんたらしてんだ。すみません。はあ、島田さんまた悪用意してるよ。田中、何お前ハイボールなんて頼んでんだよ、男なら生中一択だろう。そうですか。あ、ヒイラギちゃん、俺の隣に来てお酌してよ。俺は今はサラリーマンなんかしてるけど、昔はこの辺一帯を仕切ってたんだ。ドラゴンズって暴走族の一員でさ、結構やんちゃしてたんだぜ。そうなんですか、すごいですね。バイク吹かせて飛ばしてたから、白バイと追いかけっこなんか日常茶飯事だったな。警察のやつら毎回俺たちに追いつかねえの。柊木さんは島田さんのお気に入りだからな。武勇伝かだって彼女ドン引きしてるけど。島田さんまた自慢話してる。そのくせ上司なのに飲み代はきっちり割り勘だからな、ケチすぎ。同僚たちも呆れモードだ。ここは目立たないように端の方で飲んでおこう。俺グラス空いてるからビールついてくれる？あ、はい。いい加減柊木さんが不憫だな。島田さん、よかったら俺が継ぎますよ。はあ、柊木ちゃんにお酌してもらった酒の方がうまいんだよな。やっぱこれはお前が飲めよ。いや、僕はまだ自分の飲み物があるんで。あ？お前、俺の勧めた酒が飲めねえってのかよ！田中さん！うわ。おいおい、田中大丈夫か？風邪ひくから早く拭こう。え、今島田さんが頭からビールぶっかけた？さすがにひどすぎない？あ、大丈夫ですよ皆さん。僕が手を滑らせてしまったんです。場を盛り下げてすみません。心配してくれてありがとうございます。田中さん、これハンカチ使ってください。柊木さん、ありがとう、助かるよ。私をかばおうとしてくださったんですよね、ありがとうございます。今のうちに島田さんから遠い席に移動しなね。はい。さあ、2軒目行こうぜ。次は日本酒がうまい居酒屋に行こうか。幹事、きっかり人数分で割って会計しとけよ。まだ飲むんだ。これは終電コースだな。俺一時会で帰ろうかな。やめとけよ、バレたら目つけられて明日から嫌味言われるぞ。よし、次の居酒屋に向かぞ。おっと、飲みすぎたな、よろけちまった。てぇな、どこに目つけてんだ、邪魔なんだよ。ああ、なんだおっさん、今なんつった？千鳥足でぶつかってきたのはあんたの方だろ。島田さんがぶつかったのは屈強な体の大男たちだった。
どう見ても仇のようには見えない。やばい奴らに喧嘩売ってしまったな。し、島田さん大丈夫かな。警察呼んだ方がいいかしら。俺は元ドラゴンズの一員だぞ。あの最弱の族な。大きな音でバイク吹かして生きってる近所迷惑な奴ら。弱い犬ほどよく吠えるって有名だったぜ。な、俺たちは元タイガースの一員だ。ドラゴンズだったなら聞いたことあるだろ。タイガースだって。タイガースって言うとこの地元で最強の族だよな。ただうるさいチンピラ集団のドラゴンズと違って、タイガースは悪事は働かず治安維持のために勤めていた族だとか。島田さんとは格が違いすぎる。どうやって落とし前つけてもらおうかな、元ドラゴンズのおっさん。すまん、これで許してくれ。あんたらがタイガースだと知ってたらあんなこと言わなかったよ。謝って許したら警察いらんだろ。体に教え込んでやるぜ。まずいわ、私たちではどうにもできない。田中さん、警察呼びましょう。大丈夫だよ、ヒイラギさん。危ないからちょっと下がってて。え？その辺にしないか。なんだと。あなた久しぶりだな、お前たち。あんまり怖がらせちゃかわいそうだろ。総長、お久しぶりです。お元気そうで何よりっす。総長、田中、お前が。田中さんだ。総長に対して無礼だぞ。この方は俺たちタイガースの元伝説の総長、田中優斗さんだ。そのカリスマ性で何百人のメンバーを束ね、喧嘩では負けたことがない最強の方だ。あんたが軽々しく声かけていい相手じゃねえんだよ。まあまあ、今は俺はサラリーマンで彼は俺の上司だからさ、そのぐらいにしてやってよ。あ、すいません。どうして今まで黙ってたんだ。だって俺の過去は業務に関係ないじゃないですか。それに社会人にもなって昔の喧嘩自慢なんてダサいでしょ。ぐう。総長、でも俺元ドラゴンズに舐められたまま帰れませんよ。ドラゴンズは昔からただ騒がしいだけの雑魚集団。その中でもこの人はパシリをしてただけの下っ端の下っ端だ。なんだって。元ドラゴンズだってあれだけ職場で言いふらしてて、俺が素性を調べないわけないでしょ。族時代の鬱憤を社会人になってから晴らすなんて小さい男だなって思ってましたよ。くぅ。じゃあこうしましょう。仲直りの印に彼らに島田さんが一杯おごる。それで手打ちにしましょうよ。お前らもそれでいいよな。もちろんっす。総長の仰せのままに。やめろよ、元総長だ。わかったよ。ちょうど部署のみんなで二次会に行くところだったし、全員分の会計払ってやるよ。それでいいだろう。皆さんそれでいいですか。うわ、田中の仰せのままに。そうして俺たちは居酒屋へと移動した。総長お久しぶりっす。スーツなんか着ちゃって。舎弟たちはいい機会だとタイガースのメンツに連絡をし呼び出し、居酒屋は数十名が集まった。久々に元総長の俺に会いたいという奴らも多かった。レモンサワー追加です。すごい飲みっぷりですよ彼ら。もうピッチャーで出しちゃって。柄の悪い奴らが大勢来店したものだから店員は驚いていたが、レモンサワー好きな奴らは店にある酒を全部飲み干してしまったようだ。よっしゃ、今日はたくさん飲もうぜ。驚いたのは同僚のみんなも日頃の鬱憤を晴らすためにたくさん飲んでいたことだ。今までは島田さんがいると萎縮して楽しめなかったんだろうな。意外とタイガースの奴らと意気投合していた。そうして閉店時、お会計の場で。げえ、こんな額払えねえぞ。どれだけ飲んだんだよお前たち。いや、久々に楽しくてつい。約束したよな、ここの会計は自分が持つって。男が一度交わした約束だ。破ったらどうなるか
分かってんだろうな。お前たち、凄むのはやめろ。店員さんが怖がってる。さ、けじめはつけなきゃですよね、島田さん。分かったよ。支払いはカードで、分割払いでお願いします。ごちそうさまです。そうして、一件落着した。次の日から、厄介な上司、島田さんの態度は一変した。田中君。はい。この前君に渡した仕事、やはり私がやるから戻してくれるか。え、そうですか。わかりました。あまり残業せず、無理せず帰るように。はい、お疲れ様です。俺に仕事を押し付けたり無理を言ってくることもなくなった。やれやれ、お灸を据えた甲斐があったかもな。俺の正体が会社にバレてしまったのでどうなるかと思ったが、同僚たちは意外と歓迎ムードだ。取引先が早く納品しろってうるさいんだよな。社長、ここはバシッと言ってやりますか。やめてよ、言う通りに完璧に納品すればいいだけだ。さすが田中、喧嘩も強くて仕事もできる。田中さん。柊木さん、どうしたの。あれから島田さんから無理にお酌させられたり武勇伝を聞かされることがなくなりました。田中さんのおかげです。それはよかった。これ、この前ビールかけられた時に借りたハンカチ、洗ったから返すよ。いつもありがとう。いえ、部署の雰囲気が良くなったのも田中さんのおかげですから。今度は私が仕事の手伝いしますね。元総長だとバレてしまったが、悩みの種である上司を更生させてからは楽しく仕事ができるようになった。ヒイラギさんも前以上によくしてくれるし、島田さんやタイガースのやつらに感謝かな。